おはようございます。中学のね、話。宮下先生という人はね、メガネかけてね、なんかリーゼントみたいな感じのね、イメージでしたけども。まあ、お世話にはなりましたね。国語とね、確か、まあ、保健体育だったようなね、気もしましたけども。まあ、私、英語ばっかりやってましたんで、もうちょっとね、数学をね、ちゃんとやるべきだったなとね、今でもね、思っていますね。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。